菅総理大臣が不在の中で真っ向勝負です。 G8 出席で菅総理がいない国会で、自民党の小泉進次郎議員が枝野官房長官に、政府の原発事故の対応や復旧作業を手伝うボランティアへの対応をめぐって真正面から打ち合いました。中継です。自民党のエース小泉議員はボランティアを担当している辻元総理補佐官を国会答弁に出すべきだと噛みつきました。全然何やってるかわからないんですよ。総理大臣が任命した辻元ボランティア担当補佐官、パフォーマンスというような誤解を招くことのないように留意をして、むしろ裏方的にですね、しっかりとボランティアの皆さんの力が発揮できることをやっていくことが重要だと。パフォーマンスの批判、これは私も時々受けますよ。しかし政治家はね、何やったって 100% の賛成も 100% の反対もないんですから、そんなの気にしないでね、ガン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 やっていただきたいと思います。これから小泉議員はさらに、原発作業員の活動拠点である J ビレッジの環境改善に政府の関与が薄いと責め立て、枝野長官は対応強化を約束しました。慶応寸前の菅総理が不在の中、真っ向勝負の論戦は小泉議員の判定勝ちとの声も上がっています。